何の順路なんこれ。かゆいふわふわするしんど。窓のさ枠さ木やで。木枠やで。あるこんなこと。寒いから二重になってんだ。もうなんか木って、なあ。いやちょっと入ってみよう。一個入る。ちょっと奥入る。どこが一番マシ？寒いここ。なんか何もないで。とりあえずさ後で入るとして。すごいでかくない？非常出口って間違いようのない出口。あ、そんないなくなる現金。あ、綺麗で見て足マットとかほらおしゃれな引いてるし。いや気持ち悪いわ。ちょっと布団イエスの枕みたいになってる。え、何これ、すごい綺麗に置いたままね。なんか全部出されとったら、なんでこの部屋だけこんな綺麗。ないと思うけど、ベッドの前にトイレあるって。お腹壊してる時はええんちゃう、これ。そうやけど、ありえへんわ。何かしてんか。夕日が綺麗な。鼻大丈夫？大丈夫。寒いな、そうだ。下行こうか。ロビーなんじゃないの？何の順路？何の順路なの？すごい気になる。びっくりした。わ、ああ綺麗に揃ってる、うん、少なくない？見えてない。え、少なくない？少ない。ああね、もう景色ええわ。すっごい綺麗ね。なあ、うん、こういうのもあるんちゃう？出てこんなボーボーなとこ走られへん。あ、これお風呂やな。うわ、怖っ。殿方書いてるわ。手書きやな。大丈夫これ。うわ、むき出しや。狭。狭い狭い。何これ。風呂上がってな、こんなに要素だもん。なんかいいな。しかもすのことかじゃなくて布やで。気持ち悪いと思う。ありえへんやん。これタタ書いてんねんけど、開けっぱなしにする人おるん？こんなもわもわいなの。カシンと、うわ、狭っ。え、うそやろ。左右にしか入れない。え、こんなんさ、はよ使ってとか、シャワー2つぐらいしかないからさ、待ってんねんけどみたいなのじゃん。うわ、深狭深みたいな。モダンやで、見て、すっげえ綺麗。なんかちょっと頑張ってるみたいや。おかしいな。すごい深いな。ちょっと船のようやで。いや、狭いから必然的にそうなったんちゃう。子供はこの先のとこ座るんちゃう。それ階段やろ。ああ、そうか。届かなお狭いんだろう。
汚い、こののれん。うわ、殿方のが広いわ。殿方にもこの長ベンチがあるに。おさらないでしょ。あー、湯だけで勝負してたんじゃ、うん、あの温泉だけで。湯だけで勝負できるほど広ないやん。いや、殿方のとこ見て。何やね、樽あるやん。樽があるやん。うわっ、この水道ないわ。これ何この水道、嘘やろ、うん、何この出っ張り、初めて見た。しかもすっごい長いねん、一つが。いや、ちゃちゃちゃ、見て、うん、あ、なんかな、お湯出る方長くて、うん、冷たいやつ短いねん。そんなことある？うわ、深いで。飲んじゃあかんでって書いてあった。いや、っていうかさ、めっちゃ深いで。え、なんでこんな深いん？でっか、うん、まあそうやけど、なんでこんな深いん？深いわ、これ危なくない？いや、年寄り、この段差読まれへんで、この深さは。年寄りはなんやろ、水張っとった、お湯張っとったとか。え、来るよ、そんな。みんなスキーとか行く人ばっかりなっちゃう。あんなお湯張っとったらさ、浅く見えてさ、おいみたいな、あいたみたいになるんちゃう。いや、石鹸踏んだらほんま危ないわ。普段やねん、見て。ちょっと奥のさ、ビニールあれ取ってほしいね、なんか。え、どういうこと？ちょっと向こう、なんか入ってもらって。どこ、何、どれ？入ってもらって。ここ、うん、あのビニール袋の中に。え、なんでの？人形がいっぱい入っとって。え、気持ち悪い、なんでそんなこと言い出すん？ここ何？あ、宴会場？さっきの宴会場。はい、出た、また長椅子。長椅子好きやね。ほんまや、もうすごく気持ち悪い。これ何のためにこんなん履いてんの？あ、子供。違うやろ。貸し出しとったんちゃう？いや、こんな貸し出されておかしいわ。え、なんかリアルな。むしろ子供に言えるわ。いや、でもさ、子供用ちゃう？そうと思うけど。だってな、枕ちっちゃい。あ、な？気持ち悪いな。至る所に貴重品のこと書いてるけどさ、本当に盗みよかったんかい。もう心、心ここにあらずでさ、楽しめられへんよ、なんか。でもさ、お風呂入るのさ、さっき言ってロッカーだったわけじゃないしさ、現金ここに持ってきてどうすんねんって話やけど。常にポーチ持って歩いてるんじゃ。風呂入るよりもっと歩かねえ。すごいな、何これ。え、ガスコンロみたい。え、なんか話し声聞こえへん？聞こえへん。なんか外に人おるんじゃう？分かんない、紅葉を撮りに来てる人がおるかもしれない。そうやな、かもしれへん。あそこやっぱさっき写真撮ってたもんね。から、え、カセット入れるとこちゃう？まさか。ちょいで、ちょいで、 あそこやで。そうやね、そうやね。なんでカラオケとか言うの？これだって出力とかあるからさ、これでカラオケ出しちゃう。なんかすごいリモコン、でっかい面積やない、ボタン少ない。うわ、これ鉄筋ちゃう？むき出しやね。むき出しやん。これがおしゃれや思ってはったんかな。いや、す。これ危ないな。これ床抜けそうじゃない？うっ、びっくりした。え、これなんなん？うわ、何人形か。上上がってみ、あれ？嘘やん。ちょ、なんで。もうフラフラなったわ。
がある。なんかこれ宴会場かなんか。ほんとちゃんここが違うやん、食堂やん。どう見てもちょっと、はあ、わ、物全部出してる。何のために出してる。全部出すよね。割られてるやんこれ。分かった、この順路ってなんでこれ書いてあるか。このホテルここに払ってるし。なんで、あかんこと。え、あかんこと。あかんことだけど。いやいや、気持ち悪い。どういうこと。いや、もう売却しようとして下に来る人。ああ、え、売れるんかってことよね。だから売れ残っちゃったよ。そりゃもうこんな感じになるんじゃ、おかみもひえー言うてバカにしてもうた、ごめんなさい。おかみどこ行ったん。え、でどこから。あ、ちょっと待って、これ年代分かるんちゃう。タバコで大体そうじゃん。うわっ、そんな古くはないけど新しくもねえな。今なんぼ400。え、だって270円やで。しかも新500円でも使われへん言うてるからな。え、270円やしさ、こうキャスターってこんなデザインない今。いやいや違うよね。旧500円直しか使われへんってことは、ちょっと私でもタバコ吸えへんから分かれへんけどさ、今400段だろ。そやろ、だって丸ボロで300円って結構前じゃないの、うん、丸ボロも400段だはずや。あれ何、お土産売り場やったんじゃない？せやな、狭いわ。狭いな。確かにな。うん、あの景色はすごいええけどな。景色はええわ。